ケットカウンターの口か。はい、箱根ガラスの森美術館やってきてきました。チケカンはこっち。無料ロッカーがあるね。チケットカウンター。さあ、チケットを購入。あ、こっちか。オッケーオッケー。というわけで、箱根ガラスの森美術館企画展香りの装い香水瓶を巡る奇跡ということで、お花の香り付きが本当だ。お花の香り付きの入場券ですね。いい香りがします。はいはいはい、ほいで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 。見に来たんですけど、どこにあるのかな。まあまあまあ行ってみようじゃないの。ざっくばらんに行ってみようじゃないの、ね、まあとりあえずすげえ超綺麗。いやここすごいぞ。いやこれがね、まあ、今回なんでここに来たのかっていうと、まあ、重風亭の螺鈿ちゃんがね、この企画展の、音声ガイドを無料でやってるってことなんで、それで来てるんですけど、それを見るために見たくて、聞きたくて来てるんですけど、いやーすごいな。うん、いや素敵素敵素敵な素敵な場所でございます。うん、たとえそれがなかったとしてもね、とても素敵だと思いますよ、はい、ただ、ここまでね、2時間今日ほぼノンストップで来ているんで、めっちゃトイレ行きたいあとお腹も空いてる。どうしよう。6組待ちだ。うわーすご、値段もやべえな。いやーちょっとひよっちゃうな。いや、うーん、昨日3万円ぐらい買ってるから、どうってことないと言えばそうなんだけど、いやそれにしてもすごいな。ちょっとこれは考えましょう。ちょ一旦考えます。予想の 1.5 倍ぐらいの値段してる。やばいやばい。うわー予想を上回ってきたね。 1.5 倍の値段だね。でも、うん、美術館にお金を落とす先なんつったらね、ああいうのしかないから いいかなとは思うけどね。思うけどもちょっとなっていうね。いや金がないわけじゃないんですよ。うん、ないんですけどちょっとな。はあ、もうちょっとお安いものないんですかね。うん、あちょっと高すぎたな。びっくりだな。あさあさあさあ、ね、あお手洗いは男性はどちら。男性用トイレはミュージアムショップ階段を降りて左側にございます。ちょっと行ってきます。これが特別企画展ですね。香りの装い。よし、はい、三脚フラッシュは NG、 と至近距離 NG、 飲食ダメ、手を触れるため OK。 なるほどね。スマホで、特設ページを開くと、多分限定公開なんでしょうね。 YouTube の動画に入るんだ。あそう、このページ分かってれば、あ後からでも全然聞けるんですね。なるほどね。それにしちゃすごい量だぞ。
すごいな。で、なんだろうね。すごい。この音声ガイドって書いてあるところに一個一個、ラデンちゃんが1分半ぐらい、解説の音声を出してくれてますね。すごいっすね。で、まあ、特設ページに書かれている、限定動画の限定公開動画、 YouTube の限定公開動画のリンク先が、特設ページに貼ってあるって形なので、急ぎここまで来て急ぐってなんだよって思うけどね。まあ、ゆっくり見る時間のない方はページだけとりあえずアクセスしておいて、後でお家でゆっくりラデンちゃんの解説を聞くことができますね。で、YouTube 動画なので音声オンリーじゃないので、動画の方に写真が、静止画であるので、まあ後からでも全然、あ、こんなんあったなって、思い出しながら楽しめるかなって思います。今回とりあえず私はあんまりそれ以外あんまり興味がないのでざっと流し見しちゃいますけど、まあ大体こんな感じだね。はい、です。マリー・アントワネット、これはさすがに知ってるよ。この人はね、お菓子がなければパンを食べればいいじゃない、おほほほの人でしょ。でその人の香りがね楽しめるそうですよ。どれどれ、あーでも確かになんかちょっと香りするする。お菓子がなければパンを食べればいいじゃない、違うのは知ってますよ。お菓子ないけどパンはあるからね。なんだこっち。あ、パトラさん。パトラさんの香りが楽しめるみたいですね。なんだこれ。なんかあるな。きらめきディスプレイだって。素材のリアルな質感や美しいきらめきが再現可能に、見る角度によって移り変わる色や光が織りなす自然界のきらめきをリアルに再現することができる。なんそんなディスプレイなの。カメラで撮れてるかわからんが、確かに角度によってきらめいてる。すごいすごいすごい、なにこれ、なんこれ、ラガン 3D めいた感じの、楽しい。あ、これちょっと後で編集段階の時にどう映ってるかはちょっと分かんないんですけど、すごいよ、めっちゃきらめいてる。うわー、すごい。これは見に来てほしいね。もしカメラ越しに伝わってなかったとしたら、現物を見にちょっと箱根ね、伝道師の皆さんちょっと箱根来た時にはついでにこれも見てほしいですね。うわすごいすごい、おわすごいすごい。このディスプレイ欲しいんですけど。家でこれやるかっつうとね、ちょっと違うかなとは思うけど、うわすごいすごいすごい。どうなってんの、どうなってんのこれ。うわディスプレイなんだね、ちゃんと。どうなってんのこれ。すごいわ、お高そう。綺麗なところだね。
ただ規模としては結構狭い見えてる範囲だけみたいな、そんな感じっぽいですね。まあまあまあ、なんでしょうね、コンパクトに回れていいんじゃないでしょうか、ね、いやでもすごい作り込み半端ねえな。入館料1800円か。まあラデンちゃんの新ボイスが聞けたからよしとしましょうか。ただいつものラデンちゃんじゃなかったですねめちゃめちゃちゃんと真面目なお出かけ用のラデンちゃんでしたね。はい、さてショップの方に来てみましたよ。ミュージアムショップ、一応純度こっちか。あーね、はいはいはい、はい、ノーフラッシュノートオーバー、ノーイーティングノードインキスのタッチの件、ノームービー書いてないから大丈夫あ、これさっきの噴水のところにあったガラス球じゃね、そうでもねえか。デイル・ジフーリの世界、あ、41年からご存命、すごいな、綺麗だな。あ、作品集9350円、感銘を受けられた方は作品集買ってみてはという感じですね。さあショップだよ。ただガラス細工とかってあんま興味ない正直あんまり興味ないですね。ベネツィアンマスクとかはちょっといいかなと思うけど、この鼻の長いやつは、だいたい4,000-5,000円ってところか。そんなびっくりするほど高くないんだね。1万円超えてくるかと思ったけどそんなことないわ。いやミュージアムショップ言うてもね、やっぱガラス細工ですからそれなりのお値段しますよね。それなりにお値段しますよね。記念に買ってこうとかっていう気もあんまり起きないわ。ちょっと値段がえぐい。上こういうところって上に行けば行くほどえぐい値段になりそうな気がしてならないんだよね。この先の展示の撮影はご遠慮ください。あ、OK です。サツキンだった、ダメだった。まあでもこのショップもね、安いものもちゃんとあるし、高いものも それなりにありますけども、まあいろいろ揃ってていいんじゃないでしょうかね。興味のある方はぜひ来てみてはいかがでしょうかと。さて、というわけでまあガラスの森美術館来てみたわけなんですけれども、別にガラス美術に一切興味はなく、かつラデンちゃんのお声だけ、新録ボイスだけ聞きたいっていう、非常にね、よくあるタイプの、オタクとして、多分この夏、この展示やってる期間中ずっとね、そういうよくあるタイプのオタクはいると思うんですよ。の皆さんはですね、まあ、とりあえず1回来て、駐車料金300円、車で来るとね、自家用車で来ると駐車料金300円、チケット代が1800円します、
なんで、その最低料金だけ払えば、あとはまあ中に入って、あの橋渡って、この建物の中、この建物の中で、やってる企画展です。で、企画展に入ったらすぐ QR コードがあるんで、その QR コードを読み込んでいただければ、特設ページに、飛びますんで、それで書いて大丈夫です。その特設ページを、保持した状態で、あとはもう好き勝手なところでね、聞けばいいという感じでございます。はい。美術館的にはそういうお客さんが多分一番いいと思うんです。入場料だけ払ってさっさと1時間もしないで帰っていくっていうお客さんが一番効率よくね、資金源になってくれると思うんで、もしこの動画を見て私もラデンちゃんの、新録ボイス聞きに行きたいわって思った方はぜひですね、展示期間中に箱根、ガラスの森美術館に来て、もう RTA です。はい、ここが入り口なんで、ここ入ってきて、わーって行って、走っちゃダメよ、走っちゃダメです。早歩きでわーって行って、あそこの橋をわーっと渡って行って、でガゼボを通り抜けて中入って、この建物の中に入ったら、ものの5秒入ったらものの5秒でもう QR コードがあるんで、はい、そうだね、時間で言うと多分5分以内で、2分だな、2分で、ラデンちゃんの新録ボイスにたどり着けますので、はい、ぜひ皆さん、伝道師の皆さん、チャレンジしてみてください。はい、以上、一伝道師バーチャルトラベラーセラでした。では、またいつか未来の動画でお会いいたしましょう。さよなら、またね。またいつか見てください、いつでも待ってるから、チャンネル登録と高評価をして、またいつか会いましょう。またいつか会いましょう。またねー。